Shin, Rei, Yuda, Shu, Sauza, Kenshiro to the 宿命 に 呼び寄せられた. Nanto 6星剣 の 星 たち は 次々 と 大地 に 散った. そして ここ にも 宿命 に 吸い寄せられた 2人 が いた. Raou と Toki. 血 の 繋がった 兄弟 は 幼き 日 の 誓い を 胸 に 戦った. 勝った のは Raou. 彼 は 剣王恐怖の伝説の復活を宣言して去る。ラオウとの再戦は避けられぬ。兄弟の戦いを見届けたケンシロウは覚悟を胸に再び歩き始めた。そしてまた一人宿命に準じる男がケンシロウの前に現れる。乱世を治めるにはラオウのような巨木が必要と感じていた彼は 突然人々を虐殺し、激闘を終え、静かに余生を過ぐす時を捉えた。その男の名は泰山天狼剣の龍が。時代のためならば血に飢えた魔老になることも辞さぬ男。なぜ狂気の殺戮を？戦えばわかる。 立ちはだかる敵には、この剣で応えるのみ。剣王軍が暴走している。やめてくれ。まだ死にたくない。 してくれる。
ない。僕を汚す枝を払う。助かりました。奴らあっちからやってきたんです。
で来たまりやがれ。Thank you.
北斗の泣き声が聞こえた。Oh!
でも守り抜く。Let's go!
ぶち殺すのだ。あなたに伝言を。巨匠にて時を預かっていると。
今だ！黒の敵をなぎ倒せ！一つの北斗、この目で確かめよう。我が星は天狼星、狼の目の星、天空でも最も輝く。すべての神に組みせず、あえて雨かける孤狼となった孤高の星。貴様もまたこの乱世に覇を目指そうぞ言うのか。You
様を狙っているのは俺の剣だけではないぞ。お前を選んだ我が妹。
ユリアの身に狂いはなかった。そう、龍河はユリアの兄だ。ケンシロウも悲しみを怒りに変えて生きよ。剣法の統治は恐怖によってなる。サメとその後の平安はお前の手で。